ドゥドゥンドゥドゥン。はい、皆様お待ちかねのコーナーです。川越の架け橋のコーナーが始まりました。びっくりしたいつもね歌いたくなっちゃってて、今日はつい声に出しちゃいました、はい、ジェイズさん見えるし、はい、ボーカリストに入れてもらえるかななんて5人目。今日なんかテンション上げ上げですね。ちょっと緊張してるんです。ちょっとお知り合いの方が聞いてくださるということもありまして、はい、はいはい、落ち着きます。あ、それでは小雪さんをねお待たせしているので、このコーナーではですね、ニューヨークと中継を結んで、ニューヨークの今や現地のあれこれについて、ニューヨーク在住大橋小雪さんに伺っていきます。いや、今日はですね、なんと全米オープンテニスの会場から小雪さんが中継してくださいます。もう早速お呼びしますね。ニューヨーク大橋小雪さん、おはようございます。小雪さん、おはようございます。はい、おはようございます。ニューヨーク大橋です。よろしくお願いします。お願いします。もう早速中継お願いします。そうなんですよ、今ね全米オープンテニスが行われています USTA ビリージーンキングナショナルテニスセンターというところにやってきてまして、長い、まあ、ニューヨーク時間ね長いんですよ、とてもじゃないけど覚えられないんですけど、はい、夜の時間帯でですね、今女性のシングルのセミファイナルが多分行われていると思うんですけど、ねちょろちょろっと感染者ですね、入場している方たちが見受けられているという状況なんですが、夜っていうこともあってね、ライトアップされててめちゃくちゃ綺麗。これ私がびっくりしちゃいました。本当に私たちねズームで映像を見させていただいてますが、本当に美しく、やっぱりもうニューヨークはさすがにもう暗くなってますね。夏時間だいぶ9時頃まで明るかったですけれども、現地時間の夜9時もね、そうなんです、そうなんです、もうねこのぐらいの時間になりますと、今こちらの時間で夜の8時20分なんですが、もうすっかり真っ暗といった感じで、昨日今日あたりからね気温がかなり下がってるんですよ。今日も最高気温25度ぐらいで、現在の気温が多分ね18度19度ぐらいだと思うので、ほとんどの方たちが長袖を着てるかなっていうような印象です。すっかり秋に入ったんですね。そうなんですよ、もう秋に入ってきましたけど、やっぱりねこうやってスポーツも盛んになってきてるのと、ほとんどの人たちがマスクしてないのをお二人にも分かってもらえると思うんですが、そうですね、実はですね今日からですね、地下鉄とかバスとか車内でのマスクの着用の義務が実は解除されたっていうことで、その影響もあるんじゃないかなっていう気がしますね。笑顔がたくさん見られますね。そうですね、あの電車に乗っててもやはりね今日あたりは1割2割ぐらいの人たちがマスクをしているという状況でしたが、やっぱりもう完全に開けたなっていう印象はありますよね。小雪さんもなんだか笑顔が輝いております本当ですか。いやもうこの場所に来れたっていうことでね、私もワクワクしてるんですけど、実はこの、 今テニスもセミファイナルなので料金もそこそこ高くはなってきちゃってるんですが、この試合が全米オープンがね行われる前の3日とか4日間ぐらいですね、実は一般の人たちにフリーでコートの中を開放してですね、選手たち の練習風景とかね見れたりしてたんで、そこちょっと私残念ながら行けなかったんですが、こんなにいい場所だったら行きたかったなっていうふうに思ってますよ。テニスは板倉さんがね子供の頃しっかり練習を、まあね、なんていうんですかね、うん、親にこうやれと言われていつもそんな前向きにでも夢中になったんですよね。そうですね、肩壊すほど頑張ったんですもんね。とてもね知識がなかったのであの準備運動とかせずにバンバン打ってたら肩がだんだん痛くなってきて、あれ治るの5年ぐらいかかりましたね本当に肩の痛みから、うん、でもそれぐらい頑張って、うん、だから今も好きでね、よくテニスの試合があると話してくれますもんね。そうですね、私ですねジョコビッチに似ていると言われたことがありまして、いやそれはいいですから、はい、ちょっと中継と、はい、残念ながらこのね全米オープンジョコビッチ出てないんですよ。うん、うん、はい、まあいろいろねジョコビッチもあのワクチン打たないとかいろいろお騒がせなところありましたけど、うん、今どうですか盛り上がりの方は。結構ね、まあ、盛り上がっている感じはもちろんありますね。
あとはそのコロナが明けたっていうことで、今まで変な話なんですけど、テニスそんなに興味がなかったんだけれども、じゃあこの機会に行ってみようかなっていう人も多いなんていうふうに聞きますが、そういった初心者に向けて板倉さん、なんかこうこんな風にしてテニスを見ると楽しいみたいな、ワンポイントの見方みたいなのってあります？そうですね、テニスって結構今息が長い選手が、ジョコビッチもそうなんですけども、10年以上活躍している選手、ナダルですとか、ビッグ4なんて言われて4人がすごい強いよなんて言われていたんですけど、今回ね、もちろん欠場とかもあるんですけど、比較的今までこう勝ち上がってこなかった選手が勝ち上がっているんですよ。なんでそういう意味ではなんか新しい新時代っていうところなので、なんかテニス通がこうジョコビッチがなんだよとか、ナダルがどうしたっていうように語るところから離れて、純粋にテニスをこう、楽しむ、そしてあまりこう決勝とか準決勝に行くのに慣れていない選手たちが行くので、そういう意味でインタビューとかも新鮮だったし、プレーとかもなんかがむしゃらな感じがあるので、なんか見てて好感を持てるんじゃないかななんていうのは思いました。なるほどね。やっぱりスポーツってやってる側もそうなんでしょうけど、見てる方も初心者だとちょっと気遅れしちゃうというか、ルールも分かってないのにどうやって見たらいいんだろうなんて思うかもしれませんが、ここちょっと初心者にとっても入りどころなのかもしれないですね。そうですね。そしてこう四大大会といって、大きい大会、全米オープンとかそういう大会だと、なんか扱い方もすごい、大きいですし、こう中継なんか見ていてもしっかり解説なんかも入ってくれるので、比較的こう分かりやすいかななんて思います。であまり深く考えずにテニスは見るといいと思います。15ラブとか13ラブとか、ポイントが15ポイントずつ上がっていくんですね。で13の次が14で30から40なんですよ。15、30、40になるんですけど、そういうところはあんまり深く考えずに楽しく見るといいかなって思います。そうですね。どうしてそういう足し算になるのかなって引っかかってるとね、はい、試合がどんどん進んじゃいますもんね。あ、これは勝ってるんだ、点数が多い方が勝ってるんだなっていうふうに思ってもらえれば全然いいんじゃないかなって思います。確かにそうですね。もちろんそのルールが分かった上で見た方が楽しいのかもしれないんですけど、その漠然と見ながら楽しむ、雰囲気を楽しむっていうのも、このコロナを明けたからこそ楽しめるやり方なのかもしれないですね。結構たくさんの方どんどん入ってこられてるようですね。そうですね。夜の時間ですけど、多分仕事残業上がりみたいな方たちが今乗り込んでるような感じがしますけど、なんかね、入り口のところ見てるとセキュリティチェックが結構厳しい感じがしてまして、大きなリュック、バックパックもそうですし、コンピューター関係ですよね、ラップトップとかタブレットなんかは、スマホは OK ですけど、持ち込みはどうやらできないっていう話が出ているみたいです。なるほどですね。小雪さんもチェックされないように気をつけながら楽しんで行かれてください。実際に入ったりはしました？会場に。私チケット持ってないんで入ることができないので、今チケット入る手前のところなので大丈夫です。私が怪しい行動しない限りは荷物も何もチェックされないので大丈夫だと思います。すぐ忘れちゃうから、本当に大丈夫かなってよく言われるんですよ。また運動するように伝えておきますね。この後ね、今多分カチャ、多分、そうですね、全米オープン、はい、男子だとまだ先なんですけど、アメリカの選手が残ってるんですよ。なのでまたやっぱり全米オープンなので、他の国の選手が出てくるときと、やっぱ地元アメリカの選手が出てくるときのまた違いなんかもね、すごいテニスって面白いです。はい、なるほど。はい、全米オープン、そしてフランス、イギリスってあるんですけど、それぞれすごい色があって、特にこの3つ、他にオーストラリアもあるんですけど、こんなこと言ったらあれですけど、この、アメリカ、イギリス、フランスの色の違いっていうのはすごい面白いんで、ぜひね、あまり見たことない人は見てほしいななんて思いますね。あ、そうですね。本当にこれを機会にちょっと私も
多少の勉強をしながら楽しんでいければなと思います。ぜひぜひ。またリポートしてほしいというリクエストみたいです、はい、板倉さん興奮気味で、はい、ありがとうございました。これ腹を膨らませながらね喋ってしまいました。説明ありがとうございました。はい、また来週もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ニューヨーク大橋小雪さんでした、はい。